プロレス王子の道元です。さあ前回に続いてこちら埼玉県本庄市からお届けします。ファミーユ、あの4人の子供を持つバツイチ店主、男で一つで4人の子供をね養っていくということで本当に必死になってね、あの修行を乗り越えて頑張ってましたね。そして合格もらった後の抜き打ちチェックではなんと区画整理でちょっと栄養をなんかねしてるような状況じゃなかった感じだったんだけど、でもそれでもお店を続けてなんとか頑張ってると。そしてあの4人のお子さんたちには番組放送後ね繁盛して初めてパパとね旅行に5人で行けたよって言っていたことまでね、はい、知りましたね。あの時はね僕中学生ながらに嬉しかったんですよ。そんで前回ご覧になった方分かったと思いますが、美容院さんで聞いたらどうやらクリーニング屋さんの娘さんとその後交際していたということを知りました。なのでまあもうあれだけね情報仕入れたんだからそこで帰ってもよかったんですよ。でもそれ以上にまたねその現状を皆さんにお届けしたいと思って、それで今回前編と後編に分けてお届けすることに踏み切りました。そして今回その後編はですね、いよいよそのファミーユの店主とね交際していたことのあるというクリーニング屋さんのお嬢ちゃんを訪ねたいと思っております。さあ皆さん、どんな情報が、そしてどんな結末が待っているのか、この後突撃します。あ、こんにちは、はい、あのクリーニング屋さんですよね。はい。で、なんかさんに聞くとよく知ってるって聞いたんですけど、ファミーユって昔お店ありましたよね。あ、はい、僕あの東京から来てて、ミノモンタさん司会の愛の貧乏だしらい作戦のテレビでやったあの視聴者なんですよ。で、今日食べに来たらなくて、もうね、区画整理でだいぶ前に移転して、はい、もっと本庄の南大通りって向こうの方に行っちゃったんですけど、そこも辞めちゃって、はい、であの時のマスタートーマさん、はい、事故で亡くなっちゃったんですよ。交通事故だったんですか。そう、働いてたんですよね。え？ビモです。出た時は働いてて。誰ですか？私。あ、ファミリー。従業員だったんですけど。働いてたんですか？そう。で、その後も辞めちゃった後とかも連絡は取ってたんですけど、そう、ちょっと夜中にね、事故して亡くなっちゃって、もう。どんな事故だったんですか？17号は、なんだっけな。細い道から、はい、脇から17号にちょうど出て運転してたんですよね本人が、はいはい、で助手席と後ろにも人乗ってたらしいんですけど、はい、トラックだか大型とぶつかっちゃったとか。え、過失的には相手が悪いんですか、向こうが悪いんですか。多分飛び出したっていうか一時不停止かの夜中だったっていうか、じゃあお酒飲んでたかなんかで、ファミリーさんの方が悪くて、うわ、じゃあその一緒に乗ってた人は、まあ、みんなまあちょっとしたかすり傷程度で、本人だけが運転席で本人だけは残って、あ、飛び出してこと横からバーンって感じだったからね、うん、え、ファミリーさんって働いてたんですか。そうなんですよ。まあでもだからもう何年前だろう、20年そう、21年前に放送されて、うんうん、で、なんかその後あの番組僕見てて抜き打ちチェックあったじゃないですか、うん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 、そこでなんか来たけどいないって言ってて、で、なんか区画整理がどうたらこうたらって言ってて、すぐ、うん、今だとどの辺だろう、今ここがうちだから、その信号のちょっとこっちを入っていった辺にあったんですよね。でもだいぶ変わってもみんな全部嫌になっちゃって、で区画整理で本当他のもっともうちょっと向こうの南の方に出したんですけど、まあ、ちょっとこっちを離れちゃったからか、なんかあ、やっぱこっちやってたら多分繁盛してたんだろうね今でもね。そうです。でその後もお店辞めちゃって、本人もなんかお店が結局売れたから仕入れが多いじゃないですか、はい、多いですね。で、あの時出た時の借金は返せたけど、この仕入れが負担になっちゃって、要するに普通の仕入れならいいんですけど、向こうの東京から送ってもらうじゃないですか、あれがなんかすごいかかるらしいですよね。で結構また支払いが大変になったり、家賃、結局あの店舗は家賃払ってたんで、大家さんはいないんですか。いたんですよ。あ、今もいないんですか。でそこに払ってて、大家さんももうもう亡くなっちゃったのか。もうどっか、うん、仕事中の事故で。ああ、それもまた事故で。そう、その人はもう昔からの事故で。
です。大変で貸してた感じなんですけど、あそこ。だからもう何年前だ、20年前、やったのが20年前ぐらい、21年前で放送されて、うん、そっから、まあ、あの区画整理が1年後ぐらいに来て、そうですよね。で、あの4人の子供はどうしてるんですか、今近くにいるんですか。元の奥さんのところに。ああ、元の奥さん、うん、そうそう、結婚してた奥さんのところ。ああ、もう別れちゃった。そ、あの時点でもう離婚しちゃってます。なんかテレビで報じたのは本当か分かんないけど、なんか奥さんが浮気をして男作ってなんか蒸発してとかって、なんかテレビで言う、うん、あまりね、そう、その辺は聞けなかったんだけど、テレビではそういう風に言ってて、下の子たちは、下の子3人かな、はまだ小学生だったから、はい、いや、なんか保育園ぐらいじゃなかったっけ、あれ出た時はね、そう、保育園だったんです。そうっすよね。で、その後元の奥さんの方に引き取られ、長男だけはもう高校生ぐらいになってたので、あ、お店辞める頃はね、うん、で、長男はおばあちゃんとこっちにいたので、で、その後長男は一人でこっちに入れて、だからその子供たちがいなくなっちゃったから余計にこの心が折れたみたいで、マスターもね、はあ、そう、生きがい、生きがいっていうか、子供がいるから頑張んないとって言って、まあ、そうそうです、ね、で、じゃあちなみにその元奥さんっていうのはここが近いんですか。いや、遠いみたいですよ。群馬らしい。あ、群馬にいるんですか、うん、全然。だからその子供たちにも、お店にやってた頃はよくお店に来てて、うん、そう、ほんとよく自分ちの子供と同じくらいの年だったんで、あ、一緒に連れてたりとかしてたんですけど、へ、子供、下の子3人、4人いたんですよね、確かに。だから下の子3人はもう全然そのことになったんだろうね。あー、なるほど。え、じゃあちなみに、その働いてたのはどのぐらい働いてたんですか。どのくらいだろう、わかんない。1年くらい、え、わかんない。あれはどうなんでしょうね、区画整理になる前ぐらいかな。あー、え、両方食べました。あの番組放送前と放送後両方食べましたよね、うん、放送前から働いてたんです。前に働いてて、なぜか おばあちゃんが、うん、募集があったっつね、応募しちゃったらしくて、出ることになっちゃった。ああ、あの、この方ですよね。ああ、そう、うわ、懐かしい。そうですね。で、ちなみになんかあのインタビュー受けてた、この人知ってます、この方。あれだろ、これなんか近所の人でインタビュー受けてたんですよ、テレビで。あ、ちょっとわからない、わかんないですかね。うわ、懐かしい。も全然その顔、そう、そういう顔だった、マスター。お客さんでインタビュー受けてたこの人は知ってます。知ってます。知ってます。あ、近所の人なんですか。いや、上里、これちょっと離れた方なんですけど、なんか常連客でなんとかなっててっていう、その常連客の人がインタビュー受けてたんですけど。そう、あ、やっぱ知ってる人なんですね、うん、この方は、子供の頃から、マスターが子供の頃から面倒見てた方で、見てたっていうか、マスターのお母さんと友達だったらしくてで、そのさっきの方は私はすごい知ってる方で、たまたま悪いと思って、すごい共通の知り合いだなそう、だから亡くなって、事故で亡くなったっていうのもさっきの方から連絡もらって、あ、でお葬式も一緒に連れて行ってもらって。あ、お葬式も行ったんですか。行ったんです。やっぱりお世話になってたんでそうで、終わった後も、ね、よく飲んだりもしてたんですよね、飲み仲間みたいな感じで。ちなみに何、年代は近いんですか、マスターとは。いや、トーマさんと多分っていうか、何個ぐらい、5、6個目だったのかな、向こうが。多分、38ぐらいで確か亡くなったんです。ああ、そんなんでしたっけ。で、私が多分33とか、多分5、6ぐらい。え、ちなみに、で、ちなみにあの人はじゃない、地元この辺の人じゃないんですかね、そのファミリーのマスターは。そう、上里です。上里っていうのがその群馬県のことですか。埼玉、うん、埼玉、ここの隣ですね。あ、隣の駅の、うん、ああ、そっちの方の人が何でか知らないけど、こっちにロコハウス建てて。ああ、あれもだから、ロガハウスの大家さんは別ですよ。あのお店も、大工さんが建て、うん、自分が大工さんで自分が建てた一角を貸してたって。ああ、そうなんですか。え、ちなみに、なんかね、で、おばあちゃんのに応募したら当たっちゃって、出ることになっちゃって。で、
修行したメニューは美味しかったですか、食べたら。美味しかったですね。甘鳥チャーナーがすごい美味しかった。あ、そう、甘鳥チャーナーと、あとペペロンチーノ。そう、ペペロンチーノも美味しかったけど、私の中で甘鳥チャーナーがもうすごい美味しくて。え、ちなみにそうなんですか、うん、あ、 その後いろんなところで甘鳥チャーナーって見るけど、食べるんですけど、やっぱりあの、あっちの、あの、やっぱ美味しかったの。あ、ファミリーのが。ないから作ってもらえないんですけどね。やり方も教えてもらえなかったじゃないですか。いやー、もう、助手です。無理です。無理です。見てたんですけどね、作るのとか、あの、ペペロンチーノも、なんですけど、生ハム剥がすのとかも、うんうん、は、生ハムはやってたんですよ。もう茹でたりするのも、絶対一緒にはやらせない人で。忙しくてもどんなにやれても自分で全部そっちは回すタイプの方だったから手は出せませんでしたね。覗いてました。あそうか、今子供ってじゃあ僕と同い年ぐらいで、僕が多分中学でまだちっちゃかったから、今25歳ぐらいですよね、一番上が多分。もっと上ですね。30ぐらい、僕が35ですよ今。うん、僕が当時中学だったんですよ。そう、うちの息子が、はい、あそこんちの2番目と3番目の間だったんだけど、3番目と4番目の間ぐらいだったんです。絡みがあったんですよ、年代的に。はい、で、うちの息子は今26なんで、あ、一番上の子はね、もうその時中学生ぐらいかな。だから、もうとっくに20歳は。じゃあ子供同士も仲いいんですか？うちですか？はい。いや、と、そのファミリーの子供同士。多分仲いいですよ。え、その別れた奥さんは知ってるんですか？知らないですね。お店にも来なかったんですね。うん、来ないですね。お店、そう、出たから来るかなと思ったんですけど、来なくて。話では何回か聞いたんですけど、連絡はたまに取ったり取らなくて。え、ちなみに、事故で亡くなったんですよね。お葬式お通夜行ったんですよね。あ、お通夜は、もう本人は見せてもらえなくて。あ、見せてもらえなかったんですか？もう葬式だけで、それもなんか、すごいこじんまりしたお葬式で。葬儀場ではしなかったから。あ、じゃあ見せ、ご遺体は見てないんですね。うん、その時も、もう、あれですよ、長男しかいなくて、下の子さんには元の奥さんの方に引き取られて。じゃあもうお葬式も来てなくて。うん、連絡取らなかったっただけな。マスター亡くなる前に連絡しても、うん、なんかあんま電話で話させてもらえないっていじけてて。ああ、うん、そう、連絡取れなくなっちゃったって、ね、子供たちと離れちゃった感じ。そうなんですか。多分そういう焼け酒だったんですかね。ああ、え、ちなみになんかクリーニング屋さんは今やってるんですか？やってないです。もう辞めちゃったんですか？うちの親がやってて。あ、じゃあ娘さんなんですね。へえ、もうね、とっくに辞めちゃってないですね。あのマスターはいい人ですか？いい人ですね。ああ、いい人ですか。いい人すぎましたね。あ、人が良すぎた。うん。じゃあなんかいろいろやからが寄ってきたりなんかあったとか。うん、なんかそういうのは何だろう。なんか浮気されて、なんかね、あの4人の子供育ててるっていうのを聞いて、テレビで見たから、わ、大変だなと思ったんですよね。うん、そう、なんかすごい、そう。中学生ながらに思ったんですよね。そう、子守が。なんかね、なんか大変そう、家庭が大変そうな家庭だなって思って。あ、複雑だったんですね。うん、あまり踏み込めなかったんですけど、聞いてたり見てたり、結局お店手伝ってれば見るじゃないですか。見る。ある程度見えてくるけど、大変です。大変ねってよく言ってて、だから余計。そうなんですか。人良すぎますね。あ、あの人が、うん、残念だったな。そう、もうないですね。ああ、わかりました。どうもすいませんでしたね。はい、わかりません。まあ、ちょっと時間があったら達人の店に行ってみます。あ、そうですね。はい、そうね、その子もそう、どうなってんだろうと思って。じゃあ、ここ今クリニック屋さんやってないんですね。やってないですね。ああ、そうでしたか。もうやめ、結構経つんですか、やめて。あ、それは結構最近なんですね。わかります。じゃあまあ一応ファミリーさんで働いてたことになるかなという感じ。働いてましたね。もう一人いたんですけどね、その子もたまにお買い物で会うぐらいで連絡取らなくなっちゃって。そうでしたか。わかりました、はい。ちょっとすいませんでした。東京から来てちょっと残念でしたけど。あ、すいません。時間があったらちょっと達人の店にも行ってみます。そうですね。わ、はい、かりました、はい。で、またもし何かあって、最新情報でもあったらお伝えしていきます。あ、お願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。2週に分けて
お届けした回ありましたね。でもあの天使さん亡くなった死因がまさかね事故死だったとはね。しかもなんか噂によると飲酒運転だったんじゃないかっていうね。これはちょっと気の毒でございます。しかしねやっぱりあのファミユのあのマスター天使とお付き合いされてたであろうだけあってあのクリーニング屋さんの娘さん本当に詳しかったですね。これは視聴者にとってもいい情報を私がお届けできたと思います。まあむしろ私がってかあの娘さんに感謝ですね。まあ交際されてたってことまでは言ってこなかったけどでも、まあ、働いてたって言ってましたもんね。あ働いてたんだって思ったんですよ。なるほど。そのじゃあ働いてた従業員でまあその後々まあ付き合ったんだろうと。まあその辺のプライバシーのことはねいいとして、でもあの前回前編で お届けしたあの美容師さんも言っていたように今回もあのクリーニング屋さんの娘さん言ってましたよね。やっぱりパスタは美味しかったんですってね。で他で同じものを食べたけどやっぱりファミーユさんのが一番美味しかったって言ってましたもんね。いやこれは本当に証明ですよ。もう証明されてますよね。まあ区画整理されて移転先がちょっとまあ場所が恵まれなかったんでしょうね。そこでまあ閉めてしまったと。だけどファミーユさん残念なことにあれ区画整理されてなければ多分今頃も営業されていたんじゃないかなって。まあ事故とかしちゃってね亡くなってたとか言うんだったら話は別かもしれないけど何もなく普通に区画整理されて なくて遊ばざったら今でも合格されてたんじゃないですかね。誰に聞いても悪い評判聞かなかったですもんね。あ残念でしたね。元別れた元奥さんにその4人の子供は引き取られたって。そんでまあ長男はおばあちゃんのところに住んでた。で残りの3人はその別れた奥さんのところに住んでいて群馬にいるみたいですね。まあその辺のねいろんな情報を聞けてはい皆さんにお届けできたということで、僕もね正直食べたかったしこれだけ評判がいいところだったんでいやーもったいないですね。さっきのあのクリーニング屋さんの奥さんも言ってましたけどやっぱお人よしだったんですってね。だからそれがなんか良かったのか悪かったのかまあねいい部分もあるんだろうけどでもまあそれがね、うん、ちょっと通用しなかった部分にもつながったのかな。でもやっぱりあれをねあれを聞いてあのさっきの評判を聞いてねやっぱり食べたくなっちゃいましたね。だからまああれからもう20年以上経ってるんで東京の達人は今頃どうしてんのかな。もし達人も元気してるんであればどうかね達人にもこの報告をしたいです。すごい評判が良かったよって。ただそのクリーニング屋さんの娘さん言ってたけどその分仕入れがちょっとね支払いがあって大変だったよって。ただ借金はね番組放送後のねあの反響でちゃんと返済したっていうのも聞いてはい、まあ、この辺聞けば達人ホッとするんじゃないですかね。チャンスを見つけて時間を見つけてどうかあの時の達人もしいるなら報告もして、まあ、皆様にお届けしようじゃありませんか。そうですよね。まあ僕今日もう一件撮影抱えてます。今日はこのファミユさんはこの辺で終わりにしますが、はい、時間を見つけたら達人のところにも行きますのでどうか皆さん楽しみにしておいてください。今回のファミユさんはね意外なことが多くて前編と後編に分けてお届けしましたけど前編後編長々とご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただいた方はチャンネル登録&グッド評価快適なコメントそして世界中に拡散の方をよろしくお願いいたします。また私三本は SNS の方もインスタグラム、TikTok、Facebook、X の方をやっておりますのでぜひ興味のある方はそちらの方のアカウントのフォローと拡散の方もよろしくお願いいたします。そして次回は
ター皆さん、私はねついにあの山田ひろみ達人のいる表参道にやってまいりましたよ。埼玉県本庄市のあの4人のお子さんを抱えたファミーユのねあの店主はね、せっかく番組がね貧乏でどん底で4人の子供を置いて困っていたというねあのご主人をね助けてあげてね、人生のねいい転機を迎えるチャンスを与えてあげたにもかかわらずね、その後はね飲酒運転で交通事故まで起こしてお亡くなりになったということをね達人が聞いたらねどう思いますかね。でもね達人もきっと心配してたと思うんですよ、その後どうなってるか。だからまあこういったね酷評にはなってもお伝えしていきたいと思いますので、どうか皆さん次回もお楽しみに。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。Please subscribe to our channel. 채널 등록 부탁드립니다. 请订阅频道.